根っからの技術者だからこそこういった名言が残ってるのかもしれませんけれども、おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、本田宗一郎さん、本田宗一郎さんの名言で、学問なり技術があるということは立派なことには違いないが、それを人間のために有効に使って初めて優れた人間だということができるのだと思う。何より大切なのは人を愛する心ではないだろうか。本田宗一郎さんのプロフィールをお伝えしたいと思います。本田宗一郎さん、有名ですけれども、日本の実業家、技術者、輸送用機器メーカー、本田技研工業、通称ホンダの創業者の方です。本田宗一郎さんね、技術者、根っからの技術者で、もうなんか技術的な名言だけかなと思ってたんですけれども、すごく私これ、心に響いた名言です。何かと言いますと、後ろの方ですよね。何よりも大切なのは人を愛する心ではないだろうかということでですね、根っからの技術者だからこそこういった名言が残ってるのかもしれませんけれども、本田宗一郎さん、技術者でですね、本当に素晴らしい方ですけれども、その技術があってもですね、やっぱり作る手、作り手ですよね、作る人がいなければそんないい車とかいいバイクはできなかったと思います。そのね、技術者を愛する心ですよね。人を愛する心があったからこそ、あそこまで大きな会社になり、F1 でもね、すごく勝てたチームでした。人を愛するってなかなか難しいんですよね。やっぱりいろんな人に裏切られて、私も、去年ですね、いろんな人に裏切られて、いろんなことがありました。でもですね、やっぱり人を愛さないと前に進めないんですよね。前向くっていうのは、やっぱり人を愛するということだと、私は信じてやっています。これからもですね、いろんな人に裏切られるかもしれません。いろんな人に、そっぽ向かれるかもしれません。それでもですね、人を愛して、人を信じてやっていくことが大事だと思っています。今日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。